つドラム初心者のために絶対覚えるべきテクニック3つ紹介していこうと思います。どうもジョン・スミスと申します。最近ドラム始めました。で、ほんでもってちょっとドラムに慣れてきたっていうくらいのちょっと初心者帯域の方が一皮向けるには、つまり次のレベルにステップアップするためにこの3つは覚えておくと便利だよっていう、まあ便利というかまあ後々役に立って、そもそもの基礎能力も向上するから脱ドラム初心者達成して中級者の仲間入りできるよみたいな、そんな感じのテクニックってまあまああるんですけども、今回はその中でも3つ私おすすめのものを持ってきました。今回の動画でご紹介する3つを練習していただければ、そもそものドラム基礎力が上がるし、そうできるフレーズも増えるから、より一層ドラムのレベルも上がる、するとドラムでできることが増えるから、より一層ドラムが楽しくなるやったねっていうような、そんな感じのメリットが得られますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速1つ目の脱ドラム初心者を達成するために覚えるべきテクニックはこちらです。ちょっとやってみますね。はい、手足のコンビネーションと呼ばれるものです。このフィルインの中には、こう例えば一般的なフィルインでいうと、こうタム回し、こういうタム回しだとかなんだったらあったりするんですけども、そのフィルインの一つに手足のコンビネーションと呼ばれるものがあります。この手と足を混ぜたフレーズ、まあ、これを一般的に手足のコンビネーションと言います。こういうのがあったりするんですね。こうドラム初心者の方々、まだそのフィルインっていうのは手だけでやってしまいがち、まあ別にそれが悪いとかいう話じゃないんですけども、こう手だけで、完結してしまいがちなんですが、ここからさらにアクセントというか、まあ、そのひとひねり、そのラーメンでいう味変をするみたいなラーメンにからしを入れるかのような感じで、こうひねりを入れたいと、味変したいとって時に足というのはすごく役に立ちます。この足を入れるということができるようになるだけで、フィルインの幅ってだいぶ増やせるんですよ。まあ、代表的なフレーズで言うと、さっきの手3発足1発っていう、このっていうフレーズもあったりするし、あと手2発足1発なんかこんなのが有名だったりしますので、よくあったりする感じのでございますけども、あとは手2発足2発とかね、とかあと手4発足2発みたいな感じで、最後手2発足2発にしたけどみたいな感じのフレーズが応答やったりしますわね。ちなみにまあ両足でやりましたけども、私足こう別にあの片足ダブルでもできる人はやっていただいてもいいし、こう手2発足2発とかねみたいな感じで、こうあの足2発ダブルで踏むっていうのもありです。まあさすがにそのまだドラム始めて間もないっていう方にとっては、その片足ダブルを早く踏むっていうのは難しかったりすると思うので、このあの別にあのツインペダル2バス使ってる人はもう両足で最初からやっていただいてもいいんですけども、まあ最初のうちはその片足の単発から、この右足で単発で手3発足1発とかね、手2発足1発とかのこの単発で踏むっていうのからやってみていただければいいかなと思います。本当にね、この足1発入れるっていうことができるようになるだけで、フィルインの幅っていうのはすごく増やせることができますし、あのドラムの基礎練習にも役立つんですね。この手、例えば手3発足1発でやってみましょうか。この手3発足1発でいくならば、この手と足の噛み合わせっていうか、その縦を揃えるっていう練習になるんですね。もうこれこのフレーズがそのままこう1234、この3と4で、これあの綺麗につながってないと、あの手足のコンビネーションうまく聞こえないんですよ。こう例えば足が入るのが遅くなっちゃってとか、なんか遅くねみたいな、足なんかつながってないなみたいな、逆に足が速すぎてもこう綺麗につながって聞こえへんし、それをちゃんとあの3と4のところを綺麗につなげることによって、こう、ちゃんとフレーズとして、綺麗なフレーズとして聞かせることができるって、そういうのがあったりするんですけども、つまりその手と足の兼ね合いというものをそのまま練習することができるんですね、このフレーズで。その手と足をつなげる練習がどう役に立つのかっていうと、例えば普通の2ビートとかでこういうフレーズあったりしますわね。これも速くなってくると、なんかこんな感じの D ビートとか、なんかそんな感じのうまい激しい2ビートになったりするんですけども、これだってこうよくよく分解してみると、これ右手と右足だけ、手と足交互じゃないっていうそういうことなんですよ。このさっきの手てってって、この手と足交互でしたね。これと同じことがあの他のフレーズ2ビートとかでも出てくるんですよ。これゆっくりやると、これ右手と右足交互に来てますよね。こんな感じ、こんな感じ、これってさっきの、
手足交互に来るのと全く同じですよねっていうことが練習できるつまり手足のコンビネーションを練習すればそこら辺のね基本的なビートの精度も上がる、綺麗、品質も上がる、するとより一層ドラムが上手くなる、安定するようになるっていうメリットが得られますといった観点から見てもこの手足のコンビネーションを練習することはちゃんと意味があります。意味があるというかまあできることは単純にフィルインの幅も増えるし、あとはそのドラムの基礎力も向上するという点で結構おすすめですので、この脱ドラム初心者を目指す方にとってはぜひやってほしいフレーズでございます。続いて2つ目のドラム初心者を抜き出すために覚えるべきテクニックはドドタドドドタドでございます。こちらです。ちょっとやってみますね。一気に難易度が上がったなという感じはするんですけども、このフットワークの話です。こうドドタドドドタドド、これねドラム初心者絶対泣かせフレーズの一つなんですよドラム初心者絶対泣かせフレーズでいうと、例えばさっきちょっと例に挙げましたけども、ドッタドットだとかも、これ結構右手と右足がつられてもう分からへん無理になるみたいなことはあったりするんですけども、それの上位互換というかより一層難しいバージョンドドタドドドタドドでございます。これできるようになるとねだいぶフットワーク上手くなります。このフレーズの何が難しいかって、まあそもそもドドの時点で2発入ってまで片足ダブルが入ってるっていうのもあるんですけども、その後のドドド、ドドタドドドタ、足3発入ってるやんっていうここが難しいポイントなんですね。多分これまではその片足ダブルまでが精一杯というか、まあそんぐらいしかやってこなかったかなと思うんですけども、まだドラム始めて間もない方はね、うん、でそこに新たな要素、片足3連打が入ってくるというこれがねすごく難しいんですよ。慣れるまではすごい時間かかると思います。ただこの片足3連打ドドド、これができるようになると、そのまあ単純にできることも触れようようになったりするし、そもそもの足の使い方が上手くなります。足の使い方が上手くなるとどうなるかというと、まだその足でねできることが増えたりするっていうのもあったりするし、そもそもドラム演奏全体が安定するようになるんですよ。ただ普通の8ビートこういうやつ一つとっても、この足が不安定やとそれだけでドラム演奏全体が不安定に聞こえてしまうんですね。まあもちろんそれは手がブレてしまってもそうなるんだけども特に足というのは要です。本当に土台となるとか、まあバスドラムやからね、この低いところバスっていうか低音はすごい要になりますので、ここがブレてしまっていると、例えば大げさにやるとこうドンタン、これやりたいのになんか違って聞こえるな、ね、なんかやりたいことと違ってんなみたいなすごい不安定な感じになってしまうんですね。でさっき紹介したドドタドドタドを練習してフットワークのレベルを上げておくと、こういったその不安定なバスドラムということが減って、ドラム演奏全体が安定するようになる。ドラム演奏全体が安定するようになると、それすなわちドラムが上手くなるということです、まあ、上手くなるというか上手く聞こえるようになって、こうドラム上手いやんけみたいな感じに聞かせることができるわけですね。ですのでちょっと難しめではあるんですけども、このドドタドドタドできるようになっておくといろいろいいことがあるので、ぜひやってほしいかなと思います。フットワークのコツについては私の他の動画で散々喋ってきてることなので、ここでは多くを語らないんですが、この特に3連打を踏むときはこのかかとの動きに注目してほしいかなと思います。ドドタド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 ド、これだんだんねこうだんだん下がっていく感じなんですよ。この 1,2,3 このかかとがだんだんちょっと下がっていくみたいな、まあもしくは別に 1,2 をかかと上げたまま踏んで3発目をかかと下ろすでもいいんですけども、まあ私もちょっとそこら辺は結構使い分けてたりすることがあるんですけども、まあ、ゆっくりの時は別にこうだんだん下がっていくって感じだし、速くなってくると1発目と2発目はかかとを上げたままで、3発目でかかと落として踏むみたいな、最初の1発目と2発目で片足ダブル踏んで3発目でかかと落としてもう1回鳴らすみたいなそんな感じの動きをしてたりするんですけど、まあこれはちょっと人によってもやりやすいやりにくいあったりすると思うんで、とりあえずあんま試行錯誤してほしいんですけども、とにかくこのかかとの上下運動がないと、片足ダブルでもそうやし、片足3連打でも、まあそれ以上でもこのすごい踏みにくくなるよって、そういうお話でございます。だから足を太ももからガッて持ち上げる踏み方で踏んでると、まあその片足3連打は綺麗にね踏めなくなってしまいます。太ももから足ガッて持ち上げると、それだけでエネルギー消費して疲れてしまうので、そうじゃなくてこのかかとの動きでね、踏めるようになると、まあ、つまり正しいバスドラムの踏み方ができるようになると、この片足3連打も結構ねスルーと踏めるようになります。でまあ正しいバスドラムの踏み方とかはね、私の他の動画でも解説しておりますので、まあ、概要欄に URL 貼っときます、その該当の動画をまあよければそっちもチェックしていただければ幸いです。
ドラムがより一層上手くなるメンバーシップというものをやっております。普段の動画では解説しきれていないようなより詳しいテクニックを解説した動画であったり、メンバーさんのドラムに関するお悩みに1対1でお答えするサービスなどを提供しています。料金は月々500円ほど、まあ今後変わるかもしれないですけども概要欄にチャンネルメンバーシップへの URL 貼っておりますので、ぜひそちらからチェックしていただければと思います。では最後3つ目の脱ドラム初心者を達成するために覚えるべきテクニックはこちらです。ちょっとやってみますね。これです。もうちょっと分かりやすくやってみると、こういうやつでございます。いわゆる16ボンブの6つ割りってやつでございますまあこの単語聞いて分からんっていう場合もあると思うので、この16ボンブレンダー普通の、このこれをアクセントというか、その6個ずつ16ボンブ6つずつこの切り分けたような、そんなフレーズでございます。123456123456123456123456123414みたいな感じ。こういうのをまあ一般的に16ボンブの6つ割りというんですけども、こういうフレーズぜひ覚えていただければと思います。このフレーズ普通の16ボンブレンダーと何がちゃうねんって話なんですけども、これやるぐらいだったら普通の16ボンブレンダーでええんちゃうのって話になるんですけども、これね腕の動かし方がちょっと違うんですよ。普通の16ボンブレンダー、こういう連打やったらこう腕をね、まあ腕のダウンアップ奏法とか使える人はそれ使ってうにょうにょって普通に動かすだけでいいんですよ。このダウンアップ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 、これはまあ左腕でもやってね、こうやるでいいんですけども、これが今回ご紹介しているこの6つ割り123456123456123ってなってくると、ちょっとその腕の動かし方が変わるんですね。具体的にはそのダウンアップダウンアップダウンアップの動きでこれをやろうとするとできないんですよ。だから腕の動かし方を変える必要がある。腕のダウンアップ奏法というのは基本的にはこのダウンとアップダウンとアップの動きで成り立っている、つまり1と21212の動きで成り立っているわけですね。まあ人によってはその1234って捉える方もいるかもしれないですけども、ただこれ16ボンブと6つ割りやと、まあ文字通り6つで割ってるから6なんですね。123456123456っていう動きなんです。これをそのままダウンアップダウンアップの動きでやろうとするとどっかでずれるとこが出てくるんですよ。だからこの6つ割りをそのままダウンアップダウンアップの動きでやろうとすると、こうダウンアップダウン、ここで6ですね。ここまではいいんだけども、次の6を始めるときアップからスタートせなあかんわけです。ダウンアップダウン、ここまではいい。だ次アップダウンアップっていうちょっと変なことになるんですね。ダウンアップ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 ダウンなんかこうすごいバタバタした感じになってしまうし、これでやってしまうとその今どこを叩いてんのかっていうのがすごく分かりにくくなるんですよ。っていう感じで、その6つで割っている部分をその1つ目の6つのブロックと2つ目の6つのブロックでそのダウンアップの始まりが違ってしまうと、今どこ叩いてるかわからないし、そもそも腕を動かしにくいし、なんかアクセントとかつけようでもつけにくかったりするしっていう感じで、いろいろ悪いことが起こってしまうので、その腕の動かし方を変えましょうねって、そういうお話でございます。じゃあどうすればこの16分音符の6つ割りきれいに叩けるようになるのかっていうと、この6つで1つのブロックとして捉えてほしいんですね。もうちょっと言うと腕の動かし方、具体的には123456、これで1つ、123456だから、ダウンアップダウンアップじゃなくてダウンアップアップ、右手だけでやるとダウンアップアップダウンアップアップダウンアップアップ、これで1ブロック、テッ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 、で最後の、まあ、4が2つ並ぶからもうそこはダウンアップダウンアップでいいんですけども、こうタタタタタタ、つまりそのダウンが1個とアップが2個なんですよ。片手だけで見るとね、ダウンが1個アップが2個、これで1ブロックとして捉えると、この16ボンブの6つ割りすごくやりやすくなります。こんな感じで、こんな感じで、まあめっちゃ大げさにやると、大げさにやるとゆっくりにしかできんわ。こんな感じだんだん腕を上げていくような感じ。実際はここまで大げさに腕上げなくていいですよ、やりにくいし、まあ、あくまで練習としてね。でこれ速くなってくると、みたいな感じのね、タッ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 、みたいな感じの動きになってくるので、ぜひこの動き習得してほしいかなと思います。この6つ割りの動きができるようになると、他のフレーズとかでも役立ったりするし、そもそもこういったフレーズが叩きやすい、こういうなんかこれなんかちょっと腕の移動があるようなフレーズとかも結構やりやすくなったりするので、ぜひやってほしいかなと思います。というわけでまとめです。今回ご紹介した3つは、まあそれ練習するだけでもフィルインの幅が増えるとか、できることが増えて楽しいって感じになるんですけども、それ以上に身体操作、その体を動かす基礎能力を上げる
っていう面で役に立つフレーズなんですね。やっぱどこまで行ってもドラムという楽器は基礎力が大事でございます、うまく叩こうとするには。でまあその基礎力、まあ基礎練習をひたすらポコポコやるでもいいんですけども、それだと飽きてしまうから、まあフレーズかなんかを交えてやれると楽しくできるよねっていう。でまあそのフィルインを覚えるついでにその基礎力も上がっていったらより一層楽しくて一石二鳥イエイみたいな感じのことが得られますので、ぜひ今回ご紹介したフレーズを練習する中でこう基礎力も上げていって、でついでにできるフレーズも増やしていって、こうより一層ドラム生活を豊かにしていただければ幸いですという感じでした。まあ本日はそんなところかな。こんな感じで私のチャンネルでは普段ドラムの練習について情報発信してますんで、よければチャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。あとはより一層ドラムが上手くなるメンバーシップというものもやっておりますんで、概要欄に URL 貼っておりますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思いますという感じでした。本日はそんなところで、以上ジョン・スミスでした。